い、こんばんは、ともチャンネルです。本日はですね、私は今日は、静岡の方に行ってまいりました。別の動画でね、その辺は、やっておりますので、そちらをご覧ください。で、その後ですね、静岡から、神奈川を経由して、そのままハードオフ、ブックオフを巡って帰っている途中です。で、時間的にはもうね、8時41分で、未だに神奈川、これはどこら辺なのかな、相模、その辺ですね。なので、まだまだ帰るのにね、3時間くらいかかる予定です。高速を使ったらね、もちろんすぐ帰れるんですけど、私ね、高速道路乗るとね、本当にすぐ飽きてしまってね、眠くなってしまうんですよ。周りの景色が全く一緒で変わらないんでね。なので、どうせ時間はあるんで、まあ、下でね、のんびりと帰ろうと思います。で、何もしないで帰るのも、私暇なので、まあ、どうせならね、この周りの、実況をしながら、3時間実況をしっぱなしで帰ればいいかなということで、どこまで、実況を続けられるか、要は何が言いたいか、疲れてるので途中でグダグダになるんじゃないかというね、そんなような、結果が見えてるんですけども、とりあえず帰り着くまで実況を行っていきたいと思います。はい、今通ってるところはね、国道260じゃないや、246号線です。このまますっぐ、ナビの通りに行けば29キロまっすぐ行くということでいいみたいです。映像の方はどうかな、ボケてないよね。ボケていたとしてもそのまま行っちゃいます。もうそのまま案内とね、実況をそのまま続けていきたいと思います。はい、左はガイア、メガガイアというパチンコ屋があります。パチンコ屋もついにメガになり、あ、メガじゃない、ギガ？メガ？メガになったということですね。以前はね、ガイア、これもただのガイアでしたけども、メガガイアと名前をリニューアルしてオープンしていたのでしょう。メガとギガ、どういう風にね、何もないやつと違うのかというと、よく分かりませんけど、多分店の規模が大きくなったんでしょう。今はね、パチンコ屋もきれいにしないと入ってこない。そしてね、中の空調をきれいにこうタバコ臭さをできるだけ取っておかないと、お客さんが寄りつかないということになってますので、どんなお店でも大体はやはりその辺しっかりと力を入れて作られているんでね、今のお店は以前と比べてはタバコ臭さも少なくなっているんではないかと思われます。私パチンコは今全然やりませんので、スロットは今やりませんので、全然行っておりません。3、4年、5年ぐらい前まではちょびっとだけね、遊びでやっていたということもありますんでね、どんなものかは分かっております。で、1日というかね、1時間もいればもうタバコ臭くなってどうしようもなくなってしまうんですけども、それが多分今では相当軽減されているんではないかと思います。ただパチンコをやらない人にとってみればそんなことどうでもいいんでね、まあこの話もそこでストップということになります。はい、今の時間8時45分なんですけど、この状況をよく見ていると分かっていると思います。随分な数の車が走っております。ちなみに今日はね、お盆、8月の13、14、14日です。はい、14日火曜日ですね。それでこのぐらいの車の量です。相当多いですねこれね。私はね、基本的にお盆は空いてるもんだと思っていたのですが、気象のね、U ターンラッシュとかそういったものでないのにこのぐらい走ってるということですね。それだけ遊びに出かけている人が多いということでしょう。で、8時45分という時間から考えるとね、家族連れではなくどちらかというと若い人が多いんじゃないかなという気がいたします。家族でね、遊びに行ったとしてももう8時にはもう家に着いて、次の日のね、準備なり、ゆっくりとしている時間ではないかと思うんですけども、この時間若者であれば体力に物を言わせてね、遊び続けるということをするんじゃないかなと、私の経験上そんな感じがいたします。で、まあここからね、帰って、まあ、11時12時まで遊び回っているんではないでしょうか。私もね、この時間までこうやってこんな千葉からね、遠く離れたところにいるというのもね、
どうかと思うんですけども、今日は実はね、本当はもっと早く帰る予定だったんですよ。7時、8時ぐらいには帰る予定だったんですけど、その8時を過ぎてさえまだここにいるということは、相当ハードオフ、ブックオフ、暑かったということです。およそ700メートル先、トンネル出口です。はい、了解です。ナビはね、ここまで細かく言ってもらわなくても分かると思うんですけども、昔のナビはね、こういったことまでちゃんと案内してくれます。この辺は Google ナビとかね、ヤフーナビは使ったことないんですけど、 Google ナビに関してはここまでこんなことは言いません。であと Google ナビ、使ってはいますけども、今は使ってないですけどね、たまに使ってはいるんですけども、ここまで親切でもありません。やはりナビ専用のナビというのは、かなり親切、そして分かりやすく、説明してくれます。でちなみにね、 Google ナビでやっちゃうとね、こんな国道246をね、まっすぐ行くという道をもしかしたら案内しないで、とんでもない、裏道的なね、冒険的な道を案内してくれるんじゃないかなという気はしますけども、まあ道中長いんでね、もしかしたらこの道は案内するかもしれません。ただ家の近くまで行くと、とんでもない道をね案内する場合がありますので、ね、Google ナビできるだけ、使わないで、本当はねナビ専用のナビを使って案内を受けた方が、安心して運転できるんじゃないかなと思います。もう特に知らない道の場合はもう本当にここどこっていうところをね Google ナビ案内しますので、分かんない道をね、分かんない、そして暗い時に走るというのは意外に恐ろしいものです。特に道なんてのはね、暗い時に走ると、明るい時と暗い時だね、もう全然姿が違いますからね、道の姿が。本当にね、ドライバーに牙を向いてきますから、夜中は。だからね、暗いところ、知らない道はね、やはりナビ専用で走った方が安心感は違いますね。もちろん、早い遅いで行ったら、Google ナビの方が早いんですよ、実は。というのもね、Google ナビは AI を使い、そして、データをね、要は Android、まあ、Apple のね、あっちはどうか分かんないですけど、 Google、この Android のデータを要はデータ収集してるんだと思うんですよ。じゃないとね、どう考えても地元民が使うような道を案内するんですよね。道があるからそこを行けっていうだけだったらね、実際無理だと思うんですよ。一方通行なんかもあるしね。そういったデータを蓄積してった結果、 Google ナビの案内をこう結果出してると思うんですよ。だからね、本当に地元民が使うような道さえ案内するわけだから、知らない人が通ったらね、これどこかなってなっちゃうわけなんですね。特に路地、裏道とかね、そういったところ、狭いところね案内するんで、これはもう知らないとね、いつ車をすってしまうんじゃないかっていうぐらい狭いところもね案内するから、とてもじゃないけど夜 Google ナビをね知らない道で使うっていうのは、かなりの勇気がいると思います。冒険心旺盛だったらまあいいんでしょうけど、それでもね、車をこすってしまうという、リスクを負ってまでやる必要もあるのかななんて思います。はい、話はそれました。現状今はね、269、そのまま26じゃない、246をそのまままっすぐ走っております。時折自動、速度、なんていうのかな、ナビオービスの案内がありますね。必ずオービスの前には、自動速度取り締まりうんたらかんたらっていうね、看板が出てきますので、それが見えたら、まあ、スピード落とした方が無難ですね。というか基本的にはそんなスピード出しちゃいけません。はい、目の前に見えてきてるのはそのオービスの機械ですね。これがねピカリと光った場合は、はい、ご愁傷様と、一発免停だと思われるスピードのね、取り締まりが、まあ、取り締まり切符が待っておりますので、諦めましょうということですね。結構かなり綺麗に顔が映るということらしいんですよ。まあ、特に夜でもね、くっきりはっきりはっきり、誰がどういう風に運転してたっていうのまで分かるらしいんでね、悪いことはできませんね。ただね、オービスも
動いてる時と動いてない時ってのがあるのかな。もしくはフィルムが、まあ昔はねフィルムを使ってたらしいんですけど、フィルムがなかったら光ってもね、あの通知が来ないとかそういったこともあったらしいんですけど、今さすがにねデジタルの時代そんなフィルムをわざわざ交換するようなことないと思うんでね、まあデジタルデータをそのまま転送するような仕組みが取られてると思いますので、光ったらもう最後だと思った方がいいかと思われます。はい、この辺何もないところですね。実際明かりがねほとんどないとこです。で今ようやく江戸前びっくり寿司っていうのがね左側に看板がでっかい看板が見えてますけども、もうちょっと先みたいですね。で信号2つ目を曲がるような案内がされていました。ただこの辺はねもう少し行くと明るさが出て きそうな感じの道なのでね、いろんなお店が出てくるとは思います。あ、そういえば私はもう今日ご飯食べてないですね。昼間ちょっとマクドナルドを食べたぐらいで、あとは今のところ食べておりませんので、お腹がそういえば空いてきたなとふと思いました。途中コンビニを経由して、行こうかなっていう気もするんですけど、まあ、どっちみちね今そんなにお腹空いてるわけでは空いてるんですけどね、目いっぱい食べるっていうほどでもないのでね、まあ、コンビニで小腹にちょっと入れておくぐらいでいいのかなという感じです。とりあえずサンクスじゃない方がいいかな。サンクスじゃない方がいいかなって言っても内容はファミリーマートだと思いますので、別に良かったんですけど、Tポイントが使えるか使えないかって言ったら分かんないんでね、わざわざそこで使うこともないかなと。Tポイントのポイントもね結構溜まってるのかな、この間使っちゃったんだっけかな、意外に溜まるんですよね。ファミリーマートで買うと、10ポイントか20ポイントがついてくる商品をついつい買ってしまうんでね、その都度ポイントが溜まってると思います。だから余計なものを買ってしまうってことも、たまにあるんですけども、まあ、それでもね意外に溜まるポイントが溜まっていくんですよ。でこの間気がついたら1000円近く溜まっていたので、いろいろと無駄にね買い物をしてしまったということもあるんですけど、たまにはねそういうのも悪くはないと思います。はい、この道意外に信号が少なかったりするんで、ガンガン走れてますね。まあ、もちろん信号があるところでは、まあ止まってた形跡があるから車が多いんですけども、私が今こうやって走ってても全然信号に捕まらずに、渋滞としてこうゆっくりにはなったとしても意外にスムーズに進んでますねこの道ね。信号の変わり方がスムーズなのかもしれませんね。ただ前方でもうすでに赤信号になっていますので、ここで一旦信号に止まりそうなのでセブンイレブンに入って小腹に入れるものでも買ってきましょうか。はい、あ、意外に車止まってますね。やはり遊んでる人たちがいっぱいいるのかなというところですね。はい、ちょっと買ってきます。はい、動画の方一旦ここで終了です。ご視聴ありがとうございました。またすぐ次の動画続きますんでよろしくお願いします。バイ。